声を聞いたんだ。何、声って。言葉は力であるって。やっぱりルリアにも聞こえていたんだ。初めて私の頭の中にあの声が聞こえてきたのは3年くらい前のことかな。最初は驚いたよ。だって私以外の誰にもあの声は聞こえてないんだもの。それにあの声が誰なのか、どこから聞こえてくるのかもまるっきりわからなかったしね。うん、本当にそうなんだよね。でももういいんだ。もう考えるのはやめた。あの頃、友達だって両親だって大事なことは誰も何も教えてくれなかった。死にそうなほど退屈な毎日、息が詰まりそうな日常、テレビとかコマーシャル、気の遠くなるようなたくさんの活字、あふれ返ってる情報の中で、あの声だけは私を救ってくれたんだもの。今日まで私を守ってくれた。それだけでいい。それだけで十分。僕にしか聞こえることのなかったあの声、ルリアにもそれが聞こえる。ルリアになら僕のことを、本当の僕のことを話してもいいのかもしれない。よくわからないけど、僕にとってあの声を聞いたのはさっきのが初めてじゃないんだ。僕が初めてあの声を聞いたのは中学生の時だった。ひでえな、お前やりすぎだよ。バーカ、お前が一番楽しんでたんだろうが。あの声はチャイムの音に混じって聞こえてきたんだ。震えなくてもいいよ。誰？恐れることはない。もう大丈夫だ。私が君を守ってあげよう。どうやらその声は僕以外の人には聞こえてないようだった。怖いとは思わなかった。むしろ昔どこかで聞いたような懐かしい気がした。気がつくと、その声に誘い出されるように僕は屋上へ出ていたんだ。ねえ、これは幻聴なの？私の声が幻だなんてどうしてそう思うんだ？もしそうであるなら、私と話している君も幻なのかな？僕は僕だよ。それじゃあ、あなたは誰？私か。私。その声は電線の強いうなりとともにかき消されてしまった。おはようございます。おはようございます。次の日学校に行くと、校門の前にパトカーが止まってた。朝のホームルームで担任が青い顔をして僕らに告げた。皆さんに大変悲しいことをお知らせしなければなりません。朝方、駅の裏通りを走る都電の線路上で、このクラスの3人の男子生徒が遺体で発見されました。なんだよそれ。彼らは変死体で発見されたんだ。変死体？うん、まるで獣に襲われたようにズタズタに切り裂かれていて、でもその割には体に血がほとんど残っていなかったんだって。そう。その日、僕は胸騒ぎを感じて学校を早退した。家へ帰ると、僕宛の手紙が届いていた。
差出人不明の手紙の中には一枚のカードが入っていて、そこにはただ一言、闇の王と書かれていた。闇の王？うん、聞いたことある？ルリアは何か知っている、そんな気がした。手紙を受け取ったその夜、僕が部屋で勉強していると、まただ、またあの声が聞こえてきたんだ。何を考えている？僕のクラスメートが3人死んだんだけど。あれは君のもう一つの心だ。したいと思っていること、こうあってほしいと願っているもう一人の君だよ。あれは僕がやったっていうの？君の力だ。目覚めつつある君の意志の力なんだ。もっと強くなりたいか？強くなんてなりたくない。3人をあんな風にする力なんかいらないよ。君に力をあげよう。今よりももっともっと強い力を。いらないったら。落ち着いて呼吸を整えて波長を合わせよう。ゆっくりと深く、もっと深く。君は私となり、私は君となる。さあ、欲望を解放しよう。君の中に流れている血のささやきに耳を傾けるのだ。やめて！僕に構わないで！それがあの声を聞いた最後だった。あの声が怖かった。僕がどうなってしまうのか、それが怖かったんだ。僕にはあまりいい思い出じゃない。ねえ、遊びに行こう。ごめん、もう帰るよ。帰っちゃうんだ。うん、そっか。じゃあ気をつけて帰ってね。なんだろう、さっきからやたらとパトカーが走り回っている。ルリアと別れた僕は家に帰るため駅へと急いでいた。ルリアが僕をあのアパートまでどうやって連れて行ったのか覚えていなかったので、自分がどこにいるのか分かるまで少し時間がかかった。ようやく知っている道に出た時には終電の時間が近づいている、そんな時間だった。夜になってもこの街は眠らない。僕は夜が好きだ。いつの頃からか夜の方が住み心地よく感じられるようになっていた。おい、こっちだよ。また何か起きているのか、野獣馬が走っていく。いつもこんな風に何かが起きている。どこかで何かが起きても不思議じゃない。それがこの街なんだ。僕は今日遭遇したことを考えながら家路を急いだ。急がなくちゃ。すっかり遅くなってしまった。誰もいない。え、
おお、あ、いいね、若いもんは。当たり構わずイチャついちゃってさ。